どうもこんにちは、ミナータと申します。今回は奈良のホッケ寺をご紹介します。ホッケ寺は奈良を代表するお寺の一つで、古くは女性成仏の中心的存在としての役割を持っていたお寺です。このチャンネルでは関西のお寺の動画を投稿してますので、よろしければチャンネル登録お願いします。はい、まずは場所の確認です。ホッケ寺は奈良県奈良市、近鉄新大宮駅から徒歩20分のところにあります。駐車場の情報はご覧の通りです。続いて境内の地図です。こちらの赤門から境内に入ります。ホッケ寺の本堂は境内の西側、南門の正面に立っています。またホッケ寺の境内には美しい庭園が東西の2カ所にあります。続いてお寺の基本情報です。参号はありません。ホッケ寺正式名称はホッケ滅罪の寺と言います。宗派は光明宗の本山。本尊は十一面観音。創建は745年の奈良時代です。会期は光明皇后。札所は神仏霊場巡拝の道22番。そして文化財は、本尊の木造11面観音立像、こちら国宝ですね。その他にも国宝や重要文化財が多数収蔵されています。拝観料は無料です。こちらが赤門です。拝観者はこちらの門から境内に入ります。赤門は江戸時代中期に建造されました。そしてホッケ寺を囲む追字塀には、皇室とのゆかりを表す五本線が引かれています。格式の高いお寺ということですね。門を入った右側には拝観受付があります。受付では丁寧に境内の説明をしていただけました。そしてこちらの受付の向かいには袴ごひつきの鐘楼が立っています。桃山時代に復興された重要文化財の鐘楼です。大きく反った軒が特徴的で、見事な存在感を放っています。そしてこちらホッケ寺の成り立ちなんですけども、ホッケ寺の歴史は今から1200年以上前の8世紀まで遡ります。ホッケ寺は聖武天皇の妃、光明皇后の発願で、皇后の父藤原の不比との邸宅跡に建てられました。伽藍の完成は光明皇后が亡くなった後だったそうです。794年の平安遷都後、ホッケ寺は一時衰退しましたが、1601年の桃山時代に豊臣秀頼と淀殿によって本堂、南門、鐘楼が再建されました。いずれも重要文化財に指定されています。鐘楼の横を通って境内の西側に進んでいくと、まずですね、奥に本堂が見えるんですが、先にですね、左手、池の中に立つ護摩堂からご紹介します。こちらの護摩堂は室町時代に倒壊したものを2004年の平成16年に再建したものです。護摩堂では毎月28日に護摩法要が行われています。ホッケ寺の護摩法要は、光明皇后が自ら法華経を読んだことに始まります。そういった経緯もあって、戦前には全国社寺の中で唯一、ホッケ寺の護摩法要で祈願したお札が皇居に献納されていたそうです。護摩堂の斜め向かいには、ホッケ寺の本堂が立っています。ホッケ寺の本堂には、一部に天平時代や鎌倉時代の古材を転用しています。おおらかな天平建築と豪華な桃山建築の両方の特徴が見られる建物です。お堂の内部にはホッケ寺の本尊で国宝の11面観音が安置されています。
本尊の十一面観音は通常非公開の秘仏ですが、春と秋に期間を限定して一般公開されています。像の高さは1メートル余りと大きくはありませんが、蓮のつぼみや葉を五香のように配した珍しい光背を持っており、非常に神秘的な姿をしています。また本尊の十一面観音は光明皇后をモデルに制作されたとも伝えられています。正確な制作時期は分かっていませんが、9世紀前半に作られたというふうに考えられています。本堂から振り返ると、本堂の正面にあたる位置、法華寺の南門があります。こちら境内の外から南門を見た様子です。1601年に再建された重要文化財の四つ足門です。通常拝観者がこの門をくぐることはありませんが、実際にはこちらの南門が法華寺の正門にあたります。続いては本堂からさらに西側にある慈光殿という建物をご紹介します。こちらに見える門をくぐった先に慈光殿があります。慈光殿では仏像や仏画、経典などを収蔵しています。1979年の昭和54年に建造されました。通常非公開ですが、毎年秋に奈良で行われる正倉院展に合わせて内部の公開を行っています。内部にはこれらの宝物が収蔵、そして展示されています。続いては受付のところまで一度戻って、今度は境内の東側を見ていきたいと思います。まずはこちらの横笛堂からご紹介します。横笛堂は室町時代に建立されたお堂です。もともとは赤門を出てすぐの飛び地境内にありましたが、現在はこちら境内の東側に移築されています。本堂に祀る横笛像を安置していたため、横笛堂というふうに呼ばれています。現存する法華寺の伽藍の中では最も古い建物で、内部の装飾には鎌倉時代の様式も見られます。横笛堂から境内の少し北の方には、赤い鳥居があります。こちらの鳥居の先にあるのが稲荷神社です。稲荷神社本殿の斜め前には薬師堂が立っています。小さめのお堂で、こちらのお堂では薬師如来を祀っています。はい、ここからですね、境内の北側のエリアに向かっていきます。塀を越えた先に白い壁の建物が見えてきます。こちらの建物は空風呂です。空風呂というのはですね、今でいうサウナのことです。現在の建物は江戸時代の1766年に再建されました。内部にはかまどや風呂館があり、薬草を用いて蒸し風呂を炊くようになっています。昭和初期まで夏と冬に使われていたそうです。そして今でも毎年6月に性欲体験が行われています。はい、空風呂の少し手前ですね。こちら草木の間の道を進んでいった先には、空く園という名前の庭園が広がっています。法華寺にはこちらの空く園と名勝庭園の2つの庭があり、四季折々の草花が楽しめます。名勝庭園は春に期間限定で開園していますので、この参拝時は拝観することはできませんでしたが、美しい池泉回遊式庭園になっています。一方で空く園では梅、桔梗、スズラン、チューリップなど
和洋を取り混ぜた四季折々の花々を楽しむことができます。はい、最後ですね、境内の一番奥にある建物をご紹介します。空風呂から続く道を進んでいった先には、こちらかやぶき屋根の光月亭という建物があります。光月亭は江戸時代に建てられた奈良県指定文化財の建物です。1971年に月ヶ瀬村からこの場所に移築されました。現在では参拝者用の休憩所として無料で飲み物をいただける場所になっています。法華寺の参拝は春か秋のご本尊公開のタイミングに合わせて行かれることをお勧めします。こちら法華寺でいただいた十一面観音の御朱印です。それでは参拝終了しましたので、お寺について振り返ります。まずは見どころですが、本堂、慈光殿、そして2つの庭園、光月亭。参道の難易度は低いです。広さ、人の多さですが、広めのお寺ですね。人はやや少なかったです。所要時間の目安は1時間程度です。はい、動画のご視聴ありがとうございました。今後もお寺の動画投稿していきますので、よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。さようなら。